義勇軍を宣言し、ウクライナに入国した韓国 YouTuber ーーイ軍元隊が、ポーランドに再入陸にしようとしたところポーランド当局の反対で国境付近に止まっていると報じられた中、韓国外交部は確認されていないと明らかにした。外交部のチェヨンサム報道官は15日、先頃、韓国政府の許可なくウクライナに無断入国したと確認された国民とその一行が、ポーランドに再入陸にしたとの報道について、 まだ公式的に確認された事実はないと述べた。これに先立ち、韓国メディア週刊朝鮮は政府消息筋の言葉を引用しイグン・ガン隊員がキエフまで向かったが、声明の危機を感じて一行四人と共に現在ポーランド国境に移動していると報道。イグン・ガン隊員は報道内容を否定しながらポーランド再え入りに。フェイク記者。国境近くには行ったこともなく、 隊員たちと最前方で分かれたと SNS を通じて反論した。同件について、外交部関係者は異軍団体が特定の人物と同線を共にしているかどうかについては、把握途中で途切れてしまったとしながらも、個人の詳細な情報については公開できないと韓国政府としての立場を伝えた。